基本的にはレコーディングは歌うっていうことに集中して楽しんでやりました。いい声。風が吹いたのを合図にして、やっぱり今回そのそばかすっていう映画のエンディングっていうことで、まあ、自分も演じた上でどなたにお願いするか選びたいなっていうのがまずあったので、ラストのシーンっていうのをこうやった時に、あ、萌香さんにお願いしようっていうのがなんとなくこうイメージがついたっていうところが一番大きいと思います。かすみを演じていても感じたその彼女の強さみたいなものがなんか歌詞からもすごく感じられるような気がして、演じた後にこうスッと入ってくる、この映画のために映画をの撮影の現場を経験した上でなんか歌いたいと思える歌詞を作っていただけたなっていうふうに思いました。でもすごく私にとってもチャレンジな曲だったとは思うんですね。アレンジで少しずつ変わってはいきましたけど、バンドサウンドみたいなことをあまりやってこなかったりとか、使っているキーも普段より少し高かったりとか、じゃあなんかこう自分にとって、まあ、チャレンジだけど風が吹くように歌いたいよねっていうことはなんか話していて、もう少しこう力を抜いて歌えるような歌唱方法をなんか身につけられないかなみたいなことはこの曲をいただいたからできたチャレンジかなって思うので、この曲もらう前と後で多分体は多分そこにアプローチすることで変化してるのかなっていうのは思います。走るその先に12月16日公開の映画そばかす、主題歌も歌わせていただくことになりました。音楽とともに映画楽しんでいただければと思います。